どうしよう、ドキドキしてきちゃった。おっかねえ顔して、たまには照れてみせろよ。俺はライデン、力士だ。一番得意な手は突っ張り。悪霊どもは俺が張り倒すぞ。乱暴はダメだからね、お願いしますね。お前が相手とは、俺にも運が回ってきたか。日枝アレイです。歴史の編纂なら任せてください。どうしよう、ドキドキしてきちゃった。おっかねえ顔して、たまには照れてみせろよ。とどめきだよ。百の目を持つって言われてるんだ。この目でどんな敵からも主を守ってみせるね。どうしよう、ドキドキしてきちゃった。おっかねえ顔して、たまには照れてみせろよ。日枝アレイです。歴史の編纂なら任せてください。乱暴はダメだからね、お願いしますね。お前が相手とは、俺にも運が回ってきたか。八百万一の歌舞伎者、出雲国ですわ。私を手に入れたいのなら、せいぜい崇め奉りなさい。どうしよう、ドキドキしてきちゃった。おっかねえ顔して、たまには照れてみせろよ。ネズミ小僧だ、名前くらい知ってんだろ。どうしよう、ドキドキしてきちゃった。おっかねえ顔して、たまには照れてみせろよ。サルトビサスケだ。俺の右に出る忍びなどそうそういない。乱暴はダメだからね、お願いしますね。お前が相手とは、俺にも運が回ってきたか。伏せ姫だ。約束を果たすためにやってきた。どうしよう、ドキドキしてきちゃった。おっかねえ顔して、たまには照れてみせろよ。ヌエです。特技は一応雷を操ることです。東村城の化け物はお前だろうって。最近はやってないですよ。どうしよう、ドキドキしてきちゃった。おっかねえ顔して、たまには照れてみせろよ。私はね、母木神、安産の象徴でもあるの。だから私を大事にした方がいいわよ。乱暴はダメだからね、お願いしますね。
お前が相手とは、俺にも運が回ってきたか？かつて人々は、私のことを光の救世主と呼んだ。だが、今はただの天草四郎。そう呼べばいい。シュテン君が意外と優しいの、知ってるよ。俺の意外と優しいところ、アマテラスだけに見せてやるよ。かぐや姫と申します。え、名前の由来？もちろん私が輝いているからですわ。乱暴はダメだからね、お願いしますね。お前が相手とは、俺にも運が回ってきたか？司令獣が一人、北を守護する玄武です。どうぞよしなに。任せてくれ。俺が君を導こう。俺の炎と意志も次の命につながるといいな。僕は竹見中田。君を主と認め、主をそよがす風となろう。Thank you.